割と昨日、えー、出した動画の中で、えーと、春バテ、昨日ですね、確か、春バテっていう、えー、現象っていうんですかね、症状っていうんですかね、について話して、僕自身としてはちょっと、まあ、自覚していません。と春バテっていう、自分は春バテだっていう、なんていう自覚というか、認識というか、意識はないんです、みたいなことを言いましたけれども、今日、えっ、ー、と、この朝、えー、3本撮って、ちょっと喉が渇いたんで、 ここ半地下なんですけどこの上にですね、まあ、リビングがあるんでちょっと立ってわーって行ってわーわーわーって声出さないけど立って、あのー、リビングになんか飲みに行こうかなと思ってここに座ってて立ち上がったらちょっとめまいがしたんですよめまいっていうかさめまいっていうほどじゃなく立ちくらみだな軽い立ちくらみがしたんですよで春バテの症状の中に立ちくらみって入ってるんで俺,俺春バテじゃねみたいな感じで ななんだろうな自分は大丈夫とか自分は違うんだって怖いね。うん。いやこれもなんかやっぱそういうなんか自律神経的なものが乱れてるのかもしれないですねと思ってちょっと何て言うんだろう怖いなっていうか思い込みは気をつけないといけないなみたいなことをちょっと思ったんですよ。 でその思い込みっていう話をちょっとしようと思うんですけども、えっ、ー、と、まあ、これ、今までこの雑談動画をご覧いただいている方であるとか、あるいは僕と、僕のことをある程度ご存知の方だと、えっ、ー、と、まあ、なんとなくご存知だと思いますけれども、僕の経歴でいうと、その大学教員になる前は予備校業界にいたんですよ。だから僕、個人的にはその予備校 業界のな予備校業界に知り合いが多くて SNS とかでも結構その予備校講師の人たちとつながったりするんですけどもある先生がこんなこと書いていて「初歩的な質問なんですけどすみません」っていう前置きがあってから出てくる質問は 実は本質的であるみたいなこと書いてあって、で、そうなんですよ。それは僕もそう思っていて、初歩的な質問で申し訳ありませんって言われてからの質問って怖いのよ。だから本当にあの、まあ大学でもあるし、あの、今行ってないけれども、その昔昔行っていた、そのある語学学校の生徒さん、生徒さん、そこの生徒さんって、基本的に社会人で、なんなら僕より年上の方もいらっしゃったんだけども、そういう方から初歩的な質問ですいませんって言われるとき本当に 怖いのよこう何て言うのかなあのこの,この比喩は間違ってんだけど鳥肌立つじゃないけど何かねほんとにんかね,本当になんかねゾクってする時があってしたことが何回もあってで特にそのこの人の初歩的な質問って本当に刺さるんだよなみたいな感じのねことを思ったことがありますけれどもでその初歩的な質問にあの即答できないこともあったんですよねまあ今もあると思うけれどもでそれはやっぱりその自分では分かっていると 思いいいい込んでいる部分が分がかかっていないとかあるいはその分かっていたとしてもこうあのー、なんていうのかなうまく説明でき,できないってことは自分の中でこう,こう消化しきれていない部分があるっていうのかな、うん、だかそういうねあのー、前からえっ、ー、とー授業をやることによって一番伸びるのは教員であるあの教える側であるってことを言ってきましたけれどもそういうね質問を受ける 旅に成長してていってるんんだと思うんですよねだからその時に僕らはその思い込みみたいなものを少しこうまあ思い込みだからこう無意識だから難しいところなんだけど何て言うのかなうんできるだけその思い込みっていうものを思い込みっていうこう何て言うのかな余計な殻みたいなものを破れるといいなっていう気が。 ししましたね改めてさっきその一瞬フラッタがあった時にうわ俺そうやんみたいな思ったんでねうんって思いましたほんじゃまた